3D のコラボの話ですね。例えばこういうカットがあります。でさもこれはまあエンドのロゴが入るようなカットになりますね。これに対してちょっと素材を呼んでいきましょう。でどこで使っているかというと、例えばじゃあ3番の絵をちょっとください。うん、大丈夫じゃないかな。3番出ますか。はい、Max の方でまあこういうオブジェクトファイルですね、これを CG を作ってもらってます。で、まあ、あらかじめちょっと FBX を先ほどからずっと出てきてます。 FBX のデータとしてこちら側にもらうことになりますが、実際にちょっとロードしてみますね。じゃあ1番に戻してください。はい、先ほどのオプションアクションのメニューですね。アクションで、よいしょ。これ入ってきますね。で、ちょっとビューアを区切らしてください。この状態ですね。インポートで。はい。BX のインポートを書きますね。はい、この状態になります。で、ライトの設定をこちら側にもです。プレビューも、ハードウェアでちょっとしてあげましょう。このようにまあパーツパーツ別々の状態でこちら側にロードするということができますね。でここで重要になるのはバラバラになっているということが重要ですね。でこちら側で編集可能であるということです。例えばこれずっと寄っていきますけども、よいしょ、寄っていった時にですね、こういう状態ですね。ちょっとわざとオブジェクト自体を動かしますけども、こういうラインがあります。でこれまあ実際に放送するような場合というのは非常にこれダマになったりしますので、これ自体をオフにしたいということになります。で従来であれば、これをじゃあ一回もう一回 CG に戻してもう一回連絡してくださいということになるんですが、こちら側スモークでそれを呼んであげることによって例えばこれハイドすればいいということになります。これでまあオブジェクト単位の編集がこちら側でも可能であるということですね。キングオブビアもちょっと問題があるので、これはじゃあハイドしましょうというのであればどこ行ったかな、これですね、これも排除しましょうという形で、消していきながら素材を、まあ、合成ですね、行っていくことができるわけですね。でこういう親和性という部分ですね、その部分の話をちょっと、じゃあ何番だっけ、それ4番でしたね。ちょっと一回4番をくださいね。はい、ということで、まあ、ここだけちょっとまたパワーポイントに戻るんですけども、まあ、今までであれば CG、まあ、3D のソフトがあって、それに対して合成ソフトが存在していて編集ということなんですね。基本的に一方通行ということになりますね。ですがそれがまあ私どものこういう製品を使うことによって、スモークからまあ先ほどまあやってくれましたけども、マッチムーバーがあり、そこから MAX スクリプトを使ってカメラ情報を MAX に渡して、それから FBX データをもらってこちら側でまあスモーク側で合成することができますね。もちろんそのオブジェクトデータをもらうということによって、マッチムーブの状態ですね、これを確認してそれをフィードバックしながら MAX で、ファイナルのレンダリングをしたものをこちら側で編集するということができるわけですね。でまた、まあ、一番極端な例ですね、例えばこういう部分ですね、その FX のデータでどの辺まで渡るかという話なんですが、こういうデータがあります。はい、ああごめんなさい、ですね、1番ください、はい、こういうデータがありますけども、ちょっとあらかじめ読んでみましたが、これも FBX を経営してもらったデータですね。今、わざとアイコン出してますけども、アイコン、これカメラのアイコンですが、カメラのアニメーションのデータですね、これもこちら側に持ってくることができますので、非常にいい、どういう状態での合成ができているかということが全て分かるわけですね。でオブジェクトデータですね、ここちょっとめくっていきますけど、非常に巨大なものであってもこちら側でロードして、かつテクスチャー情報ですね、こういうものをこちら側で流用して作業していくということができます。